ハムリン市にあるリンカーン軍庁舎2007年撮影リンカーン軍はアメリカ合衆国ウェストバージニア州の西部に位置する軍である2010年国勢調査での人口は2万1720人であり2000年の2万2108人から1.8%減少した軍庁所在地はハムリン町であり同軍で人口最大の法人化町でもあるリンカーン群は 南北戦争後の1867年に設立され、軍名はエイブラハム・リンカーンにちなんで名付けられた。リンカーン軍は、ケンタッキー州とオハイオ州にもまたがるハンティントン、アシュランド大都市圏に属している。2010年時点で、都市圏人口は28万7702人である。2013年2月28日から都市圏の定義が変わり、 人口は36万3000人となった。リンカーン軍は1867年2月23日に、ブーン軍、キャベル軍、カナー軍、パットナム軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。現在のリンカーン軍に入植した最初のイングランド人開拓者は、ジェシー、ジョン、デイビッド、ウィリアム、モーゼスのマコマ一家だった。百九十九年、彼らは、 広さ20栄間の土地にトウモロコシを栽培した。この地域でトウモロコシ栽培は初めてのことだった。その年の後半にバージニア州東部に戻って他の家族を連れてきた。当時、その地域に敵対的なインディアンがいるのか、あるいは土壌が工作に適しているのか、分かっていなかったので、当初は孤立したような状態だった。このマコマ一家に間もなく、ジョン・ルーカス。 ウィリアム・ヒンチ、ジョン・ジョンソンが加わった。1800年頃には、マルタ小屋を建設した。南北戦争後、元南軍病が、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスにちなみ、デイビス軍と改名しようとしたが、徒労に終わった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は439平方マイルで、あり、このうち、 陸地437平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.26%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。